パオロサビーパオロサビはイタリアの博物学者である。イタリアにおける近代地質学のパイオニアで鳥類学者、動物学者としても働いた。ピサに生まれた。父親はピサ大学の植物学の教授のガイターのサビである。弟に植物学者となったピエトロサビがいる。はじめ植物学を学び、1817年にピサ大学の講師助手となった。 1823年に博物学の教授となった。1826年にトスカーナ大公国によってトスカーナの最初の地質調査を委託され、パリに地質学と動物学を学んで1827年までに知識を習得した。地質学の分野ではアペニン山脈のモンテ・ピサニノの地質図を作り、カララ市で採れる大理石の起源やモンテバンボリから採取された。 化石の研究、エルバの鉄鉱石、トスカーナやピサ周辺の地質と創除の研究などを発表した。ピサの自然史博物館の館長に1823年に就任し、そのコレクションを拡充した。1840年には比較解剖学と動物学の教授に任じられた。1839年にピサで開かれた科学会議を準備し、 1843年から1844年のピサ大学企業を出版した。鳥類学の分野では、トスカーナの鳥類に関する総括論文などを書いた。トスカーナ大公国のサンジュゼッペ勲章を受訓し、1831年にロンドン動物学会の会員となった。1862年にイタリア国王、ビッドリオ・エマヌエーレ2世によって上院議員に任命された。 パスカル、サビーは、植物の学名で命名者を示す場合に、パオロサビを示すのに使われる。ありがとうございます。